はすごいんだよな、ポップ。そうだな、今年の紅白はすごいんだよな、ポップ。今年の紅白はね、もう見物ですね。白組と赤組でね、もう分かれてるのは知ってますでしょうね。だから紅白っていうんですよ。はい。で、白組にミューズがね、初参戦してるっていうね。おぉ、もう楽しみですね。あと、E ガールズのね、アニちゃんが可愛いんだな。あとね、赤組は、ジャニーズでまとまってますね、赤組は。はい。セクシーゾーンとかね、見物ですよね。はい。ってことなんで今日はね、紅白をね、祝福して、紅白まんじゅうを作っていきます。で、すごいね、でかい紅白まんじゅうを作ってね、紅白を盛り上げられたらいいなと思ってやりていきたいと思います。普通のね、紅白まんじゅうじゃないです。もう一つにまとめた紅白まんじゅうです。こうね、白組と赤組ね、こうバトルしますが、もう最終的にはね、こう仲良くなるっていうね、素晴らしいストーリーでね、やっていきたいと思います。用意するものはホットケーキミックスとこしあんと牛乳だけです。はい。あと食紅ではね、よいしょ。では紅白まんじゅう作るの初めてです。で、作る機会なんて絶対ないですよね。もう多分人生で最初で最後かもしれないです。では牛乳 120cc を入れます。ダンテのフィンガーで混ぜます。はい、粉がね、こんな感じにまとまったら半分に分けます。白組と赤組の、こっちが赤組ですね。この中に食紅を入れます。よし、もう全部入れちゃえ。はい。で、混ぜます。はい、こんな感じになったら、このまんじゅうをね、広げます。もうちょっとね、どういう感じにやればいいかわかんないですけど、まあ、噛んでいきましょう。いやーでもな、白組にはな、イーガルズがいるしな、ほんとにね、しずかちゃんかわいい、しずかちゃん。こうくっつけます。このこしあんをのせます。いやー、こんぐらいかな、やばい。で、あれ、案外ちっちゃいな。はい、完成でーす。で、これで30分ほど蒸したいと思います。蒸していきたいと思います。おいしくなーれ。はい、できました。では開けてみましょう。オープン。わあ、すげえ、めっちゃ膨らんでる。やばい、ほらめっちゃ大きくなってる。はい、ってことなんでね、できました、紅白ハープ紅白まんじゅう。結構ね、良い出来ですね。後ろにはね、ちょっとあんこが漏れ出してるんですが、ではね、食べていきたいと思います。では、いただきます。うん、まんじゅうだ。結構深く噛んだんですが、たどり着かないですね。まあ、まずまずのまんじゅうです。うん、あんこうめえ。あんまんですね、あんまん。まんじゅうというより赤い方食ってみましょう。うん、なんか赤い方がうまいな。結果発表、赤組、白組、勝者はブルー、赤組の方でした。うわっ、ベロが赤い。やっぱね、ベロが真っ赤になったんで、多分赤組の 勝利ですね。2015年のね、紅白歌合戦、ぜひみんなも見てみましょう。いつかね、僕も紅白に出れるように頑張っていきたいと思います。では、レスキュー&ナンバーステイ PDS 株式会社。